翔太役梶裕貴さん。お前ら夏は暑いか。じゃあ俺が冷やしてやる。フリージングディザスター。どうも、本編では一度も使ったことがない技を使ってみました。トドロキ翔太役梶裕貴です。山下さん、今日は実はさらなるゲストの方にお越しいただいてるんですよね。はい、そうなんですあのね、掛け声を、そうですね、山下さん教えてください。いや、お二人を呼ぶ掛け声をですね、皆さんと一緒にしたいなって思いますので、皆さんご協力よろしいでしょうか。ありがとうございます。僕がですね、僕と三宅さん、せっかくですから、あの、私も一緒にやりましょう。やるかい。あの、僕らがですね、ヒロアカの夏がって言いましたら、来たーって皆さん大きい声で言ってくださいね。ぜひぜひよろしくお願いします。声が小さい。け3回やるよ。いい、いくよ。3回ですね。ヒロアカの夏が来た、ヒロアカの夏が来たっていうのは3回こっち聞いてました今の大丈夫まとめてくださったんですけど、緑谷少年緑谷少年頑張ります。よろしくお願いします。ぜひ会場一つにして皆さん歓声を上げていただければと思います。それでは山下さん、お願いします。はい、ではまず私からいっちゃおうかな。いくぞいくぞいくぞ、準備はいいか。ヒロアカの夏がヒロアカの夏がヒロアカの夏が良かったですね。一番びっくりしたのが、やっぱこの僕のヒーローアカデミアって掛け声みたいなのがあるんですけど、それがプルスウルトラっていうじゃないですか。あれがもう全然もう元のプルスウルトラがみじもないような、すごいそれでいいのかななんかすごいびっくりしたんですよ。いつも聞いてるプルスウルトラとは違くて、発音が良くて、発音が良すぎて、あ、こういう感じなんだ現実だと。ちなみにちょっとどういうパルスオタ確かにカタカナにするとちょっと違うね。そうね、すごく聞きなじみないけど、なんか聞いたことあるような。ポスオタ、そうやればよかったんだね、もうね。いや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 、あれそう、ポスターでしょ。もうポスターみたいな感じに言い方、そんな感じに聞こえちゃって、そこがね、あ、やっぱこのネイティブだとそういう発音なのかなっていうびっくりしたのもありますけども、やっぱり日本と同じで、すごくこうヒロアカが大好きな人たちがこう一堂に対してすごく愛のあふれる歓声であったりとか、やっぱ盛り上がり、みんなで一緒に見たんですよね。3人で一緒に、見させていただきまして、お客さんがこう後ろの反応ですごいんですよ。キャラクターがこう現れるたんびに、うおーみたいな、すごい愛あふれる、そしてアメリカンな歓迎をいただきまして、非常にこう嬉しかったですし、え、なんで笑ったの大丈夫です。でも本当に本当に温かい歓迎を受けて、あ、これなら本当に日本でもどこに出してもすごくこう素敵な作品に仕上がったんだなって感じることができた瞬間だったなって思いました。それでは参りましょう。山下さんからスタンバイお願いします。お、デッカバシャレいけ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 、頑張れ緑谷くん。さあ、準備は皆さんよろしいでしょうか。それでは参りましょう。山下さんのこの夏チャレンジしたいと思っていること、カウントダウンスタート。3、2、1。173っていう数字はどうなんですかね。173はですね、はい、これどういう数値なんですかね。例えると、はい、ヘリコプターの真下。おお、すごい、かなり大きい。そのぐらいのハンバーグが今、そう、やっぱ、用意したこの目安の中で一番大きな声が、おお、やはり出ています。
でもちょっといいです。夏休みにしたいことですよね。え、夏休みに食べたいものさ、誰も言ってないわ。さあ続いてまいりましょう。岡本さんお願いします。はい、僕は2文字で終わらせます。おお。なんだ2文字。果たしてどんな言葉、そしてどんなポイントが飛び出すんでしょうか。ないです。スタンバイよろしいでしょうか。腕使うの。それでは回りま、ま、参ります。使わないでしょ、それ意味ないんじゃないですか。いつもマイク前でこうやって叫んでるじゃない。だっていつもそんなにしないじゃない。なんでジャケット半袖なんですか。参りましょう。岡本さん、この夏チャレンジしたいと思っていることカウントダウンスタート。3、2、1。1ポイント山下さんには及ばず。負けた。ただこちらもヘリコプターのマスターレベルの素晴らしい声が出ました。ただ何と言ったか私は聞き取れませんでした。何とおっしゃいました。みんな何と言ったか分かった。あ、よかった。カツ。何に。とんかつ。は、食べたいもの。は、食べたいものにしない。